山あいの自然豊かなこの地、松江市八雲町に日本一小さな公立の演劇専用劇場があります。森の劇場、シーノミシアターです。客席はわずか108席。日本一小さなこの松江市立劇場は、日本一演じる人たちのエネルギーを感じることができる劇場なのです。ダメだ、ダンボス、アルファ、曲の心臓なんだ。カッコーカッコー、アリーカッコー、用が済んだらもう帰れ、ゴーアウェイ。あの時はすまなかったな。シアターは代表作セロ弾きのゴーシュで海外でも評価を受けた劇団足笛が運営しています。1990年、当時の八雲村に100人劇場シーノミシアターの建設が決定し、1995年にオープンしました。劇団足笛さんとの出会いがございました。本当に100席の小さな舞台ですけれども、その小さな100席の舞台で、5歳から高齢者の方までがお座りになって、本当に一生懸命作り上げた作品をね、心から喜んでいただくには、最高の舞台だと思います。演劇専用のホールですから、声がよく通って、よく見えて、よく聞こえて、そして、胸に迫ってくるような作品作りという意味で、大変いい劇場だというふうに思います。演劇を暮らしの中へという取り組みは、シーノミシアターが完成した直後から始まっています。20年続く国際演劇祭は、地元のボランティアも参加して運営、観客や出演者の交流を大切にしています。また2016年からは、小中学生向けの未来学校をスタート。ワークショップや演劇作りを通じて、芸術の力で子どもたちの豊かな感性と生きる力を育んでいます。こうした自然の中での演劇祭やワークショップは、都市部で開催されるものとは一味違うものに。とても不便なところにありますし、丘の上にありますから、ここまでおいでになった方に、劇場の魅力だけじゃなくて、自然の魅力をですね、たっぷりと味わっていただいて。シーノミシアターは国内外から注目されています。フランス文化省の顧問を務めたパリ第一大学のクサビエ・グレフ名誉教授はこう評価します。In this kind of environment, what do you think of this? But I think it's a very good place for a theater. You know, it is a place where not only people meet actors or comedians or dancers or musicians, but people meet one another. You know, this is very important, and therefore I think that it is much better that they enjoy this neutral space, but this very soft space. 世界からも
熱い視線が注がれるシーノミシアターをどのように育てていくのでしょうか。やっぱりこれからもこの自然をね、この周りの風景を磨いていって、そして本当に良かったとおいでになった方に思っていただけるような、そういう、劇場にしたいと思っております。自然の中で人々の暮らしの中に演劇を溶け込ませていく、松江市にある小さな小さな劇場はきらりと光る文化の拠点として輝きを増していくに違いありません。